私の方からは昨日発表された2009年の政治資金報告書について一言申し述べたいと思います。それで一つは党本部の収入のうち民主党が8割、自民党が7割、いずれも政党助成金に依存をしているという事態がはっきりしました。でこれはまさに国営政党とも言うべき実態でありまして、私どもは政党助成金が憲法に違反するということで受け取ってませんけれども、こういう事実を目の当たりにしていよいよこの政党助成金の廃止、それから企業団体献金の廃止ということが強く求められると考えています。もう一つは、各紙も今日書いていますが、小沢氏の資金の問題です。私ども従来から、小沢氏のいわば資金をめぐる疑惑について、国会での承認喚問が必要だということを再三提起してきました。でその一つの問題として、すで、に国会で追及していますように、いわば政党を解散してその残りの金を原資に使うなどという問題があってはならないということでやってきました。で案の定今回、ご承知の通り、旧新政党関連の政治団体である改革フォーラム21から政党支部を経由し陸山会に3億数千万円流れているということが明らかになっています。ですから私どもが一貫して問題提起してきて、さまざまな疑惑があると、で4億円の原資はどこにあるかということについて一貫して提起してきましたけれども、いよいよこの問題からしましてもですね、明らかになった点からしましても国会における承認喚問が必要だということが一層明確になったという点を明らかにしておきたいと思います。他何かあれば、他でも今のでもいいですけど、この新政党の改革フォーラム21から政党支部を経由して陸山会に3億数千万円入っている、この資金の流れのどの辺に問題があるというお考えでしょうか。まあ、一つはね、政党が解散をした場合、私どもは政党助成金問題についてはいろいろ考え方ありますけどね、しかし、解散した場合にその金をですね、返すべきだと、当然国家に返還をすべきのは当然だということを提起していますし、それを例えば同時にもう一つの点で言いますと、その点が問題だということと、合わせてこの経由しているというのは、政党支部に経由しているというのは、上限の問題を緩和する、緩和というか、そこをクリアするために迂回するという疑惑が当然ありますよね。そういう点が問題だと。でもともとね、もともとから言えば政党助成金というのは国民の税金をこういう形で、税金をですね、こんな形で使うということ自体に最大の問題があるということを言わなければなりません。この間の議会の120周年の記念式典によってですね、民主党の役割予算委員長が秋篠宮夫妻に対しては着席されないということに対して、ご自分は独り言という形で早く着席されればいいんじゃないかという発言をしたということで、これはマスコミの取材に対して認めているようですが、これに対する受け方とですね、あと自民党などは彼に対するその懲罰動議の提出も検討しているんですが、共産党はどう対応するんですか。
コメントするに値しないと思います。まあ判断はご自由に。懲罰動議の提出があったら共産党はどうされますか。まあその場になって考えますけど、まあ今言いましたように、まあコメントに値しないという筋ですよね。あとはまあお考えいただければわかるかと思います。みんなの党がですね、岡崎国家公安委員長の問責をというような考えもあるんですけど、それについてはどうしてもよろしくお願いしますでしょうか。あのね、そのもちろんどの内容について、やるのかという問題は聞かなあきませんけどね、十分不十分はそれはいろんな大臣あると思いますよ。でその点で例えば、まあ、国会で問題になった点で言えば極めて不十分な対応だと。だからといってすぐじゃあ問責だというのはね、そんなこと言い出したら全部やめさせなあかん、まあこんな言ったらあかんけど、なんじゃないですか。それは厳しく指摘をしてそれを正すことが大事だと思いますけどね。ということは問責には賛成しかねるという、まあそこの辺はね出してから考えましょう。つまり今回の場合でもそうですけど、私どもはその戦国さんのね問責決議についても私どもの立場を表明しているわけですよね。で私どもは今重要閣僚として、要の位置にあると。でその今の内閣が内政外交にあたって大元からやっぱり政治の転換が求められているにしかかわらずしていないという点では、これは今の政治についてこれを抱えているやり方についてぜか非かと言われれば非だということで賛成しているわけですから、ですからそういう点を汲み取っていただければわかるかと思います。日経の中山ですけれども、党首討論なんですけれども、今国会は、まあ、実現しない方向のようですけれども、これについてまあ、どのようにお受け止めになっていらっしゃるか。まず第一はね、その共産党の党首にもきちんと発言の場を与えようということです。これは、何回も言ってるんですけどね、もともと野党の党首と総理大臣との、討論となってるわけですよね。しかし、まあ、こう言っては失礼ですけども、我々は明らかに態度を表明してますように、政治的対決意識がないという方々がやってもなかなか面白くないって、まあ、メディアも変えてますわな。でその意味で私どもはこの際ですからきちんと言っていきたいと思うんですけど、申し合わせ事項ということで、これは10人以下の政党は発言できないとこうなっているわけですね。私どもは、まあ、当初からこういった問題について、この申し合わせ事項については反対であるということを表明してまいりました。で他の申し合わせ事項について言いますと、例えば総理大臣が本会議に出席したり、他の総括質疑などを出席した場合については党首討論を行わなくてもいいって、こういう全部いろんな申し合わせ事項がたくさんあります。で他のことについては全部あまり守ってないんだが、ここだけは守るというのはいかがなものかと思います。合わせて衆議院規則によりますとですね、委員を持っている政党というのは委員を発言できると書いているわけですね。ですから私どもは委員を派遣しています、配置しています。ですから申し合わせよりもですね、規則の方が上なわけですから、そういう規則にのっとってきちんとやるべしということを私どもとしては言っていると。でまあ今回の流れたこと
それ自身についてはね、それは双方のいろんな意見があるんでしょう。あえてその点だけは私としては触れておきたいと。